ポンテポルタ、千住ポンテグランデ東京は、東京都足立区が指定する、千住大橋駅周辺地区地区計画の区域内に位置する開発拠点地区である。開発主体は、UR 都市機構と株式会社日比で、所在地は、千住橋戸町及び千住緑町一丁目である。本地区は、東京駅、大手町から 7km 圏にあり、 京成本線千住大橋駅の南西側に隣接している。従前の土地利用は日比とリーガルコーポレーションの本社並びに工場地帯であったが、リーガルコーポレーションは2009年3月に土地を売却している。足立区による地区計画では本地区全体が土地利用転換ゾーンに含まれており、敷地面積は約12ヘクタールである。街並みの骨格として、 東西に、にぎわいの景観軸となる道路、桂並木日比通り、南北に、緑の景観軸となる歩道、ポンテグランデ緑道がある。また、地区の南端には、隅田川が蛇行しており、水辺の景観軸として、スーパーテー千住隅田川テラスが整備中である。名称の、ポンテグランデは、イタリア語で、大きな橋を意味しており、地区の東側に近接する。 戦場橋にちなむ。戦場橋駅に最も近接する A 外区は近隣商業地域に指定されており、商業施設、ポンテポルタ千住が2014年4月18日に開店している。B 外区は都市計画整備に伴う代替地で、小建て住宅やアパートが建設されている。外区の北側が近隣商業地域、南側が第一種住居地域に指定されている。 C 外区から H 外区は第一種住居地域に指定されており、6棟の中高層マンションが計画、建設されている。2012年に本地区で初めてのマンションとしてオーベルグランディオ線上大橋が C 外区に竣工した。また、隅田川沿いの E 外区と F 外区は高さ150メートルの超高層マンションが、 建築可能な溶石率に指定されており、ツインタワーとして、足立区の南の玄関口を演出するような、ランドマークとなる予定である。最寄り駅は、京成本線千住大橋駅であり、地区の北端を、京成本線が東西に横断している。このほか、北千住駅と南千住駅がそれぞれ徒歩圏内にある。特に、北千住駅は、JR 常磐線、東武伊勢崎線。 東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線、つくばエクスプレス線の5路線が通るターミナル駅であり、利便性が非常に高い駅である。最寄りの停留所は、千住大橋駅停留所であり、羽田空港発着のリムジンバスと、北千住駅の西側地域を循環する、コミュニティバスの春風5号が停車する。また、日光街道沿いに、京成中組停留所があり、 とエイバスの草43系統が停車する。本地区の東側に日光街道、北側に木底通りがあり、2本の幹線道路が近接している。日光街道を線状橋を渡って3キロメートル程度南下すると、首都高速1号上野線の入谷で入り口がある。また、隅田川の下流方向に首都高速6号向島線の包み通りで入り口があり、こちらも、 本地区からの走行距離は 3km 程度である。ありがとうございます。